どうしたの？まだ紅葉見に行くで。また。道の駅よしもち王島の近くやな。どこに向かってるの？今回も秋を探しに行こうと思ってな。ついでに以前行けんかったところへ寄る予定やで。へえ、どこのことだろう。それはついてからのお楽しみやで。悪い予感しかしないんだけど。ちょっと右折して猿谷ダムへ行くで。ダム湖の周りって四季折々の植物が植えてあるイメージがあるね。猿谷ダムも山奥にあるし、きっとええ感じやないかな。というか、紅葉してる木がたくさんあるよ。猿谷ダムは目の前や。行くでー。ゴーゴー。ということで、猿谷ダムに到着。紅葉にダム、いいね。ここでこれだけ紅葉してるってことは、今日行くところも期待大やな。へえ、どこに行くつもりなの？奈良県道733号線やで。うん、ひどい道ということだけは分かった。葵ちゃん。さあ、次に向けて出発や。出発。どこに連れてかれるんだろう。葵ちゃんが楽しみにしてたところやで。ええー、どこのことだろう。詳しくは、雲海と国道と後編を見るんやで。唐突の宣伝。おやあ、前方に、鹿の団体さんだ。ええー、プリケツしてますな。プリケツって、道路脇に行くらしいな。さようなら。日本初、プレストレストコンクリートエクストラドーツ土橋を走り抜けて。何気なく走り抜けてたけど、すごい形してるね。Y 字型の思考が印象的やな。どうして Y 字型なの？力学的にも合理的な形状らしいで。へぇ。さあ、ここを右折するで。山の方へ向かってるね。展望台でもあるのかな？葵ちゃん、最近達観するようになったな。もう諦めてるの？あれ、左手に何か見えるんだけど。ここはな、葵ちゃんが楽しみにしてた谷瀬の吊り橋や。楽しみにしてなーい。証拠はあるで。でもどうして前回の対岸側に来てるの？こっちは駐車料金タダだからや。ということで、谷瀬の吊り橋に到着。日本一の展望台なんてのがあるんやな。後で行ってみような。そんなことより渡らないといけないの？せっかくここまで来たんやし、大丈夫大丈夫。思った以上に大きいな。これだけ大きいと落ちることはないと思うで。そりゃ落ちることはないと思うけど。それじゃ行くで。ああ、ゆっくり歩いてよねー。谷瀬の吊り橋は全長297メートル、高さは54メートルと、当時は日本一長い吊り橋だったみたいやな。へっへー。この吊り橋の工費の8割は、ここに住んでる人たちが出し合ったほど、生活に不可欠だったんやで。今は観光地化してるわけなんだねー。大型連休は観光客が多くて一方通行になっとるから注意やな。足がすくんでも U ターンできないんだ。高所恐怖症の人にとってはまさにデスロードと化すわけやな。そもそも高所恐怖症の人はこんな吊り橋渡りません。確かに。ほらほら葵ちゃん、周り見てみ。ええー、景色やでー。ああ、もう怖くて景色どころじゃないよ。U ターンしよう姉ちゃん。しゃあないな。それじゃ戻るでー。早く戻ろう。ああ、怖かったー。どうして行くって事前に教えてくれなかったの？行くって言ったら来なかったやろ。当たり前じゃない。ははは、そろそろ朝食にしたいし、見晴らしのいいところでおにぎりタイムしようや。見晴らしのいいところって、さっきの地図にあった日本一の展望台ってところやで。よし、今すぐ行こう。それじゃ行くでー。この辺りに駐車できそうやな。ということで、日本一の展望台こと森山展望台入り口に。到着。この場所で合ってるの？看板も何もないみたいだけど。大丈夫みたいやで。どうしてわかるの？目の前に案内があるで。階段を登っていくよ。これ案内なの？何かこう、人情味を感じるな。お姉ちゃん。
結構登ってきたね。それにしてもこの辺りは紅葉し始めって感じやな。もう少し後に来たらいい感じになりそうだね。おや、見晴らしが良くなってきたな。わあ、結構見晴らしが良さそう。ということで森山展望台に到着。谷瀬の吊り橋が見えるね。谷間の景色を眺められるのはええな。それじゃおにぎりタイムにしようか。わーい。今日はごま鮭と鶏もも肉やで。ごま鮭ちょっと潰れてない。あら、ほんまや、入れ方が悪かったんやろか。それじゃ鶏もも肉もらうね。葵ちゃんはしたたかやな。谷瀬の吊り橋の歴史を知ってこう見下ろすと何か感慨深いな。そこの看板に書いてたけど、ここの展望台も対岸と旗信号で連絡を取るための場所だったみたいだね。いろいろ再利用しとるんやね。で、次は県道733号線だったっけ。どうしてこの道に。前まで通行止めで通れないって聞いてたんやけど、通れるらしいと知ってな。そりゃもう行くしかないやろう。お姉ちゃん。それじゃ奈良県道733号線へ向かうて。ゴーゴー。はい、ここを右折、国道168号線に戻るで。谷瀬の吊り橋さようなら。トンネルを抜けたら、トンネルを抜けたら、即右折やで。わかりにくーい。そしてここから奈良県道733号線の始まりや。ああ、何も起こりませんように。奈良県道733号線は通称河津高野線。戸塚川村からの瀬川村までは未開通な県道やね。へえ。それにしても道は全然荒れてないし、思った以上に走りやすそうな道だね。この調子やと順調に走り抜けるそうやな。ちょっとストーップ。何かあったのお姉ちゃん。中野滝があったで。多段の滝で水量が少ないね。もう少し迫力が欲しいな。葵ちゃん、目が超えてきたな。おや、通り抜けできないみたいやな。左折が迂回路みたいだね。仮設の橋を渡ると、渡るとフラットダートだった。うわあああああああ。大丈夫大丈夫、普通に走ってればこけることあらへんから。どうしたんや葵ちゃん。前見て前。どれどれ、何かすごいことになっとるな。完全に県道733号線埋まってるね。そりゃ通行止めになるわな。さらば土砂崩れ。さようなら。目の前に吊り橋が見えるね。あれは船渡橋といって熊野古道小ヘチが通っとるみたいやで。熊野古道小ヘチ、熊野本宮大社から高野山まで通じける参道やね。昔はこういったところを歩いて高野山まで参拝してたんやな。橋の名前からしてここには船渡しがあったのかな。多分そうなんやろな。結構山奥に来たのに杉林が大半でなかなか紅葉が楽しめないね。でどこ行こうとしてるのよ。この先どうなっとるんかなって。紅葉見に来たんでしょ。そんな道行く必要ないでしょ。実にない道って気にならへん。なりません。もう油断も隙もない。葵ちゃん葵ちゃん、お姉ちゃんどうしたの。葵ちゃんには希望です。え、なになに。ここから林道奥戦場線になります。林道、林道でも舗装されとるから大丈夫やで。あーあーあーああ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 あ、すごい。標高が高くなったらいきなりあたりは黄金に染まったな。やっぱり秋はこうじゃなくちゃね。空も雲一つないし、走ってて気持ちいいね。せやね、ゆっくりずっと走ってたい気分やな。いいね、このままゆっくり走り抜けよう。うわ、枯葉が舞ってるよ。これはええタイミングで来れたみたいやな。この季節が移りゆく何とも言えない感じ。いいね、葵ちゃんのテンションが上がっとる。杉林を抜けると、抜けると一気に景色が開けるで。わあ、気持ちいい。これはもうスカイラインと言ってもええな。だね。こういった道のカーブミラー好き。そうなの。この道はどこへ行くんやろうと、もう何かワクワクしてくるやろう。うん、うん、そうだね。葵ちゃん。うわ、ここは両脇にススキが群生してるよ。これはもうススキロードやな。こうやってバイクでススキを見ながら走るのもいいね。ということで、今日のツーリングはどうやった。県道733号線が終わるまではこの姉ひでいことしやがると思ってたけど、林道奥戦場線に入ってからはもう秋尽くしで大満足だよ。うんうん。でも前半と合わせてプラマイゼロだね。ガーン。それで今回が2022年ラストになるんだよね。せやで、コメント返しを挟んで2023年編の始まりや。そこそこフライングしてるのもあるけどね。それはほら季節戻
それで、この道はいつ終わるの？もう少ししたら、荒野竜神スカイラインと合流するで。荒野竜神スカイラインに合流するんだ。道の駅、コナサンスカイタワーから近いから、ここの景色を眺めるだけというのもおすすめやね。おすすめ。それじゃ、2022年編はこれでおしまいや。2023年編も、よろしくお願いします。風の噂で、私たちリストラされるって聞いたんだけど、本当なの？あ、どこから聞いたんや、そんな噂。いいから本当なの。半分本当で、半分嘘やな。うちら自体は変わらんで。あー、よかったー。葵ちゃん、心配しすぎやで。